初回2倍が残ってるんですが課金した方がいいでしょうか。絶対した方がいいよ。いやまあぶっちゃけ無理に人に課金した方がいいとか言えないし、なんか YouTuber が課金広めてたよとか言うのはあんま良くないと思うから言いたくないけど、でも攻略勢目線からしたらマジで課金した方がいい。6480と1600足して8080創生結晶ですと。12000円課金して8080なので、まあ、大体ね、8000創生結晶と12000円じゃん。だから 1.5 倍なの。創生結晶の 1.5 倍の価値が日本円ですと。OK？ で、おまけが2倍もらえるってことは、6480-1600って4880創生結晶お得ない。7200円分お得なのよ。4800の 1.5 倍だから。いや、マジでやばい。2倍リセットはありえんぐらいでかい。コスパ的には空月の祝福の方が言ってコスパはいいのかな。610円で3000創生結晶もらえるのか。こっちは創生結晶を12000円とか課金するぐらいなら、まあちゃんとコツコツ空月の祝福買ってる方がコスパはいいのか。5倍だもんなこっちは。まあでも、まあ、空月の祝福買い続けながら、まあ、この2倍はやっぱでかいと思うわ。空月の祝福って結局一気にこれ100個買うとか無理だから、まあだからコツコツやってる人にはやっぱり優しいゲームだと思う。原神は値上げするかもだから空月6個買った。ああ確かに。iOS で課金してる人たちは Apple Store が値上げするらしいっすね。この空月の祝福は一応半年分までは買えたよね。180日未満の時は加算される。180日以上の時は購入できません。610円を6ヶ月分だけ今のうちに課金しといた方がいいのか。アップルストアの人は間違ってたらごめんなさい、まあ、私アンドロイド民なんで詳しくないんで。アップルの値上げは結構ツイッターでも話題になってたね。 1.3 倍か。思ってたよりでかいな。12000円が15000円ってやばいな。 1.3 倍弱だもんな。